ロープウェイ側の駅舎二次の駅は、兵庫県神戸市灘区にある神戸住まい町づくり校舎が運行する、ケーブルカー、マヤケーブル線の鉄道駅及び、同行者が経営する、マヤロープウェイの作動駅である。ケーブルカー側の届け出上の正式駅名は、二次駅であるが、これはほとんど使われておらず、駅名表や駅名看板、案内や、 乗車券などはすべて公式通称である、虹の駅と表示されている。ロープウェイ側は、虹の駅が正式名称である。ケーブルカーとロープウェイの愛称から、マヤビューライン有名散歩の虹の駅とも表現される。マヤケーブル線側の駅は、同ケーブル線の山上駅に相当する。また、マヤロープウェイ側の駅は、同作動線の山下駅に相当する。 元々は駅から少し上ったところに存在していた通り天井寺の最寄り駅であったが1976年に同時は放火により全焼し山頂近くに移転しているケーブルカーとロープウェイの駅舎は分かれているが両駅は徒歩1分ほどの至近距離に隣接している夜間通路はライトアップされるホームは 軌道の両側に作られており、駅舎からホーム側を見て、右側が乗車用ホーム、左側が降車用ホームである。ホームは階段状である。ホーム全体が1955年に営業を再開した当時からの上屋で覆われている。また、駅舎は少し改装されているものの1925年の開通時に建てられた当初から使われている建物であり。 鉄筋コンクリート作り1階建ての建物である。駅舎の屋上には、NHK 神戸放送局と近畿広域民放、3テレビの神戸長テレビ中継局がある。待合室部分は、鉄骨作りの1階建てで、待合室横に出札係員室が存在した跡があるが、ケーブルカーと一体運営されるようになったため、ケーブルカーのマヤケーブル駅から山頂まで通しで、 切符を購入する人がほとんどになった上、通り天井時の移転により二次駅を目的地にする人が減り、切符売り場はホーム横の係員室に移動している。ホーム部分は高い屋根の鉄骨造り一階建てである。トイレはロープウェイ駅側の待合室横にあるものを使用する。駅周辺は展望台があり、またかつてはホテルや遊園地などがあったが、 老朽化や通り天井時の移転による来客数の減少により、現在はすべて廃業しており、駅周辺に売店などはない。ハットの二次駅の表記のある公式ページイベント情報のように、時々公式ページでも二次駅と正式駅名が使われることもある。ありがとうございます。